すごい。裸か、お前。服着ろよ。はい、今回も LINE で発見たまごっちをやっていきたいと思います。やっぱりね、こう、パート3、4ときて、進化しました。やっぱり進化しちゃうんですよね。こう、朝起きて、まあ、昼ごろ開くと、だいたい進化するんですよね。で、ついに、大人になりました。というわけでね、早速見ていきましょうか。スタート。はい。いきなり質問された。はい。このね、もうたまごっちの、なんて言うんだろう、メインキャラクターっていうか、あの、モンハンの表紙的なキャラですよね、こいつ。もう図鑑見なくてもわかる。豆っちになりました。いや、ほんとね。いや、これあれなのかな？絶対豆っちになるのかな？わかんないんだけど、これでもし分岐があるとしたら、俺は豆に世話したってことになりますね。というわけで、質問答えていこうか。適当の苦手な教科って何ですか？俺ね、どっちかって言うと俺文系だから、理系の教科は嫌いだったね。なんだろうな。科学とかかな。科学で。決定。まあどうせ会話してくんないんだろうけどね。はい。そうなんですね。終わりでしょ。はい。泣いてる。どうした？どうした？大人にもなって。適当は外食。なんなんこいつ。具合悪いならそれを言えよ。外食に行くなら何が好きですか？いや、俺肉だな。あー、和食、洋食、エスニック。俺ね、洋食だな。やっぱ洋食の方が味濃いもの多いじゃん。俺味濃いのすごい好きなんだよね。だから洋食です。なるほどです。なんか、なんだろうな、このなんか。なんかさ、もうちょっとコミュニケーション取ってほしくない？なるほどですだけじゃなくて、なんか、先輩後輩の会話みたいな。あんまりこう、気まずくて、後輩がこう話つなげらんないみたいな会話だよね。じゃあ図鑑見てこっか。せっかくだしね。こう説明とか見たいし。俺は、今回はたまぼっち。で、アヒルクッチ。そして、そよふわっち。そして、あ、待って。そして、まめっちになりました。いやー、まあ、できればっていうかまあ、まあできれば、こう、新キャラっていうか見たことないキャラがよかったなーっていう気持ちもあるんだけど、まあ、まめっちもね、悪くないんじゃないかなって。フレンド期、まめっちね。勉強もスポーツも大好きで、何事にも一生懸命なたまごっち。趣味は発明だけど、時々失敗することも。そうそうそう、あの、俺ね、その小さい頃にたまごっちやってたんだけど、なんか漫画とかも持ってて、漫画でまめっちはね、こう真面目で優秀なんだけど、ちょっとおっちょこちょいみたいな。なんかそういうキャラだったのを思い出したね。うん。はい。来たね。うわ、すげえ、めっちゃ美人じゃん、お前。これと結婚しろよ。たまたまのお部屋。これお世話、みたいなのを、すごい。裸、お前。服着ろよ。お、待って、メニュー開いたらプロポーズってあったんだけど。これ、子供？子供作りますか、これ。あ、プレゼントとかもあるね。ちょっとさ、これ機械4歳。年上か。ちょ、年上はなーと思ったけど、これ可愛いよな、この子。これラブリッチだっけ？なんだっけ？忘れちゃったんだけど、なんかさっき出てた気がすんな。お世話。これ一緒にトイレとか行けんの？キモ。普通にキメえこと言ってたんだけど。道具かな？これか。ちょっと、さっきの子にプロポーズしてみる？プロポーズ専用っていうのが出てきたんだよね。やっぱり、気合い入れるならダイヤの指輪なんだよね。多分成功率の問題かな。でも、やっぱ豆っち、倹約家なんですよね。ってことで、1000ゴッチポイント。これを買おう。1000なら、まあ、なくなってもっていうか、まあ、振られても、いいんじゃねえかなって。てか、いきなりプロポーズってやべえな。いきなりプロポーズやばいんだけど、口パッチと結婚をした。ちょっとね、なんかね、なんかちょっと、一悶着ありそうな感じだから、やっぱりラブリッチかな。さっきの、ラブリッチ、ちょっとガサツな方がね、やっぱ、豆っちも燃えるんじゃないか。ん？
は、お口の中がズキズキすんの。おいおいおい。マジか、虫歯あんのか、こいつ。でも、豆っちはね、やっぱ完璧人間っていうか、完璧な卵っちだから、こういうちょっとなんて言うんだろう、欠陥があるっていうか、人間味のある人に、惹かれんじゃないかなと思って、プロポーズしたいと思います。いやー、ドキドキするね。これプロポーズをしたらもうプロポーズすんのかな？いきなりもう出会って3分も経ってないと思うけど、プロポーズしちゃいます。3、2、1、プロポーズ！なんだ。どの指輪を使う？何の特徴？やめろや。気合入ってんだよ。何の特徴もない指輪。いきます。ほら！そう、決定！あれ、決定！あ、来る！プロポーズに成功すると結婚して次の世代に進めよ。本当にプロポーズしてもいい？いいよ。お、来る来る来る。プロポーズするぞ。すげえ顔。不安になる顔してるわ。たまごっち。あ、たまごっちだね。豆っちか。でーか。頭、首輪っていうか、首輪じゃないね。まず指輪だね。なんか、頭にさ、筋斗雲のあの、なんだっけ、孫悟空の人みたいなさ、感じだよね。でかさ的には。あ、待って。プロポーズありがとうだって言ったけど、少し考えさせてって言ってた。え、待って。ラブリッチからプロポーズの返事があったみたいです。早く聞きに行きましょう。やばい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 。どうだ？え、なんかすごい嫌な顔したけど。どうだ？どう？なんだ？プロポーズありがとう。すっごく嬉しかったよ。でも？でもとか言う？もしかして。私の返事、今から言うね。溜めるね。なんだ？どうだ？どうだ？美人さん。お！どうだ？お？一緒に幸せなファミリー作ろうよ。来たおめでたい。おめでたい、これは。もう豆っちの顔すごい可愛かったもん。うわ結婚式来た。あ、これ、懐かしい、この学校の顔。これあったよね。いや、おめでとう、すっぱだかだけど。お？おー。なんか生々しいな、なんか。え？何回すんだ、こいつ。逆ってんな。いや、おめでとう、ほんとに、豆っちっていうか、ブルテン？いや、いつの間に、豆っち多いな。すっごい、なんか。一代目なのに、なんかもう友達いいんだけど。いや、おめでてえな、ほんとに。口パッチはちょっと嫁にすんのは無理でしたね。どうだ？これで卵が生まれんのかな？お！早い。コウノトリが運んできたね。お、すごい揺れてる。これタップすんのかな？ポチッ。お！割れた割れた。今度メス。女の子がいい。どうだ？女の子がいい、できれば。